日は西陣舞鶴さんにお邪魔しております。舞鶴社長よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。これ後ろにもね、あの立派な帯がたくさん飾られているんですけれども、はい、西陣舞鶴さんは創業どれぐらいになるんですかね。はい、今年が114年目で来年115年を迎えることになります。すごいですよね。まあ、西陣織自体は550年以上ですかね。554年で来年が555年ゾロ目になります。素晴らしいですよね、本当に。ありがとうございます。あの簡単で結構なんですが、はい、あの西陣舞鶴さんの会社のご紹介をしていただいてもよろしいですかね。はい、私ども1907年ですね、はい、明治の40年創業でございまして、まあ、歴史の中で、第二次大戦ですね、太平洋戦争を、まあ、乗り越えて、そしてこの昭和、まあ、平成令和と歩んできたんですけども、今ではですね、私ども、まあ、少量多品種生産を、まあ、一つの特徴として掲げさせていただいておるんですけども、まあ、通常ですね、一軒のおびやさんが一つの品種をですね追求して作られるんですけども、私のまあ小さい織屋が5軒ほど集まってものづくりをさせていただいているような形になっておりまして、幅の広いアイテムを作らせていただいているというのが特徴でございます。これはあの長年続けていただけたからこそできているというものづくりですね。そうですよね、あの西陣舞鶴さんの帯は本当にあの着物ファンの中でもかなり人気のいやメーカーさんなので、まあ、私も今日楽しみにしております。ありがとうございます。社長は何代目になるんですかね。私5代目になります。すごいですよね、あの代々世襲で継がれていってるっていうことですよね。はい、まあ、あの5代目ということでもちろんお父様から今バトンを渡されていると思うんですけれども、はい、まあ、ご自身どうですかね、そのもう自分がこうやってお父様の後は私がやると思っておられたのかとか、どういうお気持ちでこう継がれているというかありますかね。そうですね、初めはですねもう本当世間知らずの若気の至りでですねあの、まあ、親に反発をしてまして、うん、後を継ぐということを考えてはいなかったんですけども、うん、ちょうどですね社会人になって初めはですね、まあ、修行に出させていただいたんですけども、うん、その修行に行かせていただいてた時にちょうど、まあ、現会長父がですね、うん、体を壊して入院をすることがありまして、まあ、その時にですね、病室でその父の様子を見ててですね、これはちょっと、まあ、助けてあげないとかわいそうだなと思ったのが実は継ごうという決心がついたきっかけでして、で、まあ、実際ですねそこから、西陣舞鶴に戻ってきたわけなんですけども、まあ、そこからですね、まあ、この業界の様子であったり、まあ、この社内の様子を見ていてですね、このままではいけないという危機感があって、まあ、今に至るというのが率直なところですね。そうですよね、危機感があるっていうのは本当に大事なポイントっていうか、私ももちろんあの着物を販売してるんですけれども、はい、本当にこの業界でだんだんこう市場が今シュリンクしてきて、はい、まあ、あの着物離れっていうのが進んできている中で、もう一回ね、はい、我々あの着物ファンを増やしていったりとか、はい、こう一人でも多くの方にこの着物をしてもらうというところに一生懸命ねならざるをもう得ないというか、はい、だからそれをしないともうこの業界を引き継いでいけないですもんね、はい、それはやっぱりこうこの危機感でなかなかこう伝えきれないところってありますよね。そうです ね、まあ、あの舞鶴さんはもちろんあの会社としてねいろいろあのされてるんですけれども、はい、この前ニュースで見たんですけど3対3プロジェクトでしたっけ、はい、そういうふうにあの地域と、はい、この西陣のためにっていうところにご尽力されてますよね。ちょっとそこをご説明していただいていいですか、ね、はい、この3対3プロジェクトというのはですね、まあ、京都市さんとあの広告代理店さんの博報堂さんがコラボをされまして、うん、まあ、この西陣の活性化プロジェクトというものを立ち上げられまして、うん、まあ、その中でたまたまご縁がありまして、ものづくりに一緒に取り組ませていただくことになりまして、うん、他にもあの取り組まれているメーカーさんあるんですけども、うん、今回第2弾ということで私どもご縁がありまして、うん、ものづくりをさせていただきまして、まあ、それらを通じてこの産地を活性化していこうというのがあの趣旨になっております。そうですよね、この西陣って、まあ、こうい
旗屋さんだけじゃなくてね、はい、あの糸を染めているところからもここの仕事に関わっている方がこの西陣の周りに集結っていうか集合してるわけですよね、はい、そこをもう一度こう活性化させてるっていうことですよね、はい、西陣織、これあの着物着てる方には西陣織ってまあ有名な織物の代表的な織物の一つだと思うんですけれども、西陣織のちょっと特徴というか、はい、ER ポイントをちょっと教えていただいてよろしいですか。はい、まあ、西陣織の、まあ、特徴はですね、あの他産地博多なんかですと縦糸で色と柄を表現していくんですけども、うん、西陣織は横糸で色柄を表現していきます。このすぐ後ろ の、うん、あのこの群系図という伊藤若冲の絵なんですけども、はい、まあ、これに代表されるのに引箔という技法ですね。金箔を帯地に織り込んでこういうあの織物を表現する技法があるんですけども、その他にもですね、あの夏物の生地で、まあ、ローとかですね、シャーという組織があったり、まあ、ラーという組織もあるんですけども、あの西陣でしかあの織れない技術がございまして、ベースになった技術というのがですね、実はこのかつて京都に都があったことにルーツがあるんですけども、うん、まあ、かつて御所に天皇が住まわれていた頃に、はい、その天皇まあ、含め皇族の方々にもですね、装束を収めたりしていたんですね。でその織物を作るのがこの私のもの、今ものづくりをしている西陣であったことがルーツなんですけども、それにまあベースを持った技術が今もまあ脈々と受け継がれて今日も織物が作られているというのがこの西陣のものづくりですね。あの前鶴さんはこう、まあ、織物っていうのはあの手で織るものとあの機械で、ね、織るものと両方ともあるんですけれども、はい、今なおこう手で織る手旗を動かしておられますよね、はい、手旗とやっぱり機械の違いっていうのをご説明していただけますか、ね、はい、あの簡単に申し上げますと、うん、デジカメの画素数でご理解いただけると分かりやすいと思います、うんうん、なるほど。で機械織はですね、たくさんの縦糸、うん、横糸を使って緻密で繊細な柄の表現が可能な、うん、織物なんですけども、反対に手織りというのはですね、デジカメの画素数が低い、うん、どちらかというと、まあ、ざっくりしたドットの粗い織物になっていきます、うん、まあ、織物の風合いの違いであったりですね、生地の雰囲気の、まあ、違いというのが手織り機械織の、まあ、味になってくるんですけども、どういう生地に仕上げたいかによって旗の使い分けをさせていただいております。なるほど、そうですよね。でもやっぱりこう両方ともにね、別に機械だからダメっていうわけじゃないんですよね、はい、だから両方ともにそのメリットを見出して作っておられるっていうことですよね、はい。まあ、最後になりますが、はい、まあ、我々着物に携わるものとして、はい、こう着物のこう未来に対しての思いとか、はい、夢とかそういうのあればお聞かせ願いますか、ね、はい。着物というのは、まあ、日本人の民族衣装になるわけなんですけども、うん、この着物を抜きにしてしまいますと、うん、私たち何人かわからないところが多分あると思うんですね。でこれはあの、まあ、もう歴史を振り返っていきますと、うん、かつて、まあ、戦後なんですけども、うん、まあ、この国が戦争で負けて、うん、でそこからその我々欧米に対する憧れっていうものがあって、だんだんこの生活がアメリカナイズしていた部分があって、うん、もはやそれでですね、周りを見渡していきますと何をもって日本人かという、うん、もうアイデンティティがなくなってきてしまっているような感じがするんですね、うん、なるほど。でもそこで我々はこの着物というものに袖を通しますと、うん、そこで日本人っていう識別ができると思うんですね、うん、このアジアの中で、うん、でもう肌から見ると何人かわからないっていうのが一番その悲しいと言いますかね、もうアジア人としか見られないっていうのはそこで着物を着ていることによって海外の方から見たときに日本人だと、ジャパニーズだと、うん、そういう識別をしてもらうためにもこの着物ってすごく大事な記号的な要素があると思うんです。確かにですよねあの私海外によくあの着物を PR しに行ったりするんですけれども、はい、まあ、もちろん着物とか浴衣を着ていくんですね、はい、やっぱ今社長がおっしゃったように、はい、絶対にジャパニーズって認識してくるから、はい、向こうからこんにちはとか、はい、こう日本語で挨拶してきてくれるわけですよね、はい、確かに洋服やとそんなことないじゃないですかで確かに、まあ、今2人こうやって着物着てお話しさせていただいてますけれども、はい、
着物って、まあ、今の洋服に慣れてる方からしたりとか、はい、まあ、あの生活様式が今おっしゃってるように、はい、アメリカナイズされてるので、はい、まあ、着物って不便とか、ちょっとなんかこう邪魔とは言わないですけれども、はい、まあ、スムーズにいかない場面ってあるんですよね、でもやっぱそういうのがあるからこそ着てて、はい、やっぱ日本人感じるってありますよね。そうですね。だからまた昔子供の頃とかやったら全く感じなかったんですけど、今やったらなんか和室の方が落ち着くとか、なんかそういうふうにだんだんこう自分のセンスっていうのも感覚も変わっていくじゃないですか、だからぜひね、あの京都の場合はあのレンタルとかで、ね、着物着ている方も多いのでちらほら見かけるんですけれども、まあ、月に1回とかね、年に1回例えばお正月とか、大切な時にはこう家族でみんなで着物を着ていただけるというふうになると、まあご自身でも確かに日本人でよかったなとかね、日本に生まれてよかったなっていうふうな感動がありますよね。そうですね。まあ、ぜひあの今後とも一緒にこの着物の未来を作っていただきたいと思うので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日あの貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。